さまざまな困難を乗り越えたマッシュたちだが、さらなる過酷な試練が待ち受けていた。新たに相まみえるのは神格者。この魔法界を統制する者たち。神の杖の名の称号が与えられた魔法使い。それが、神格者だ。ライトゲイン、ナイウ。男前、ナイスガイ。デザートゲイン、オータ。規則は守るために存在する。フレイムケイン、カルダ。騒がしいですね。イモータルケイン、レナト。誰に上から物言ってんだ。ドラゴンケイン、アギト。おい、なんか喋れ。アイスケイン、ツララ。寒い。ノレッジケイン、ソフィア。ここは柔軟に対応すべきか。ソードケイン、レイン。俺に手間をかけさせるな。こうして、一癖も二癖もあるような奴らが立ちはだかる。神格者候補選抜試験は一体どうなることや。いいんじゃないですか、不完全な世界もたまには。そんな子供のようなザレ事がまかり通ると思ってるんですか。その後輩の無謀な覚悟を俺は見届けるだけだ。キノコ君はこれから魔法以上の奇跡を起こさなければいけない。わかりました。この世界の認識を僕がぶっ壊しましょう。マッシュル神格者候補選抜試験編、24年1月より放送開始。